今月2日に行われた港区長選挙で初当選を果たした清家愛新区長が今日初登庁し、現場の声が反映される港区政の実現をと意気込みを語りました。23区では7人目、港区としては初の女性区長に就任した清家愛新区長。これからの区政運営については現場の声を大切にしたいと話しました。声を上げれば変えられるということを政治信条としてやってきました。現場の声が反映される港区政、誰一人取り残さない人に優しい地域社会の実現を目指してまいります。一方、選挙戦では区議会第一会派の自民党、そして公明党が別の候補を応援していたことから、区議会との向き合い方について問われると、意見交換を進め、安定した区政運営につなげる考えを示しました。区民の声を代表している区議会のと意見交換を進めながら、しっかりと安定した区政運営に向けて取り組んでまいりたいと思っております。清家区長は区長の任期を3期12年までとする多選自粛条例の制定を進めていくとしています。